ヘリカルスキャン方式とは、磁気テープレコーダの記録メカニズムの位置方式で、回転ヘッド方式の一種。回転する円筒形の磁気ヘッドアセンブリに、磁気テープを斜めに走行するように巻き付け、テープ磁性面に傾斜した多数の記録トラックを形成することを特徴とする。映像信号のような高い周波数の信号を記録するためには、 磁気テープと磁気ヘッドの相対的な速度を高める必要がある。しかしテープ送り速度だけで映像信号の記録に必要な相対速度を得るのは困難であるため考え出された方式である。ヘッドドラムへのテープの巻き付けレイアウトには大きく分けてアルファ巻きとオーム巻きの二つがある。どちらもテープ走行レイアウトを上から見た形状から名付けられた。随一。 アルファー巻きレイアウト図2、オーム巻きレイアウト図3、180度オーム巻きレイアウトアルファー巻きは、随1のようにヘッドドラムにテープを360度巻き付ける方式が代表格である。テープの走行が比較的素直でテープへの負担が軽くできる。巻き付け角度は360度以下にすることもできる。代表的なものに1インチ B フォーマット及び D フォーマットがある。 家庭用ではかつて VX 方式で採用されていた。オーム巻きは図2.3のようにヘッドドラム金棒に備えたガイドポストでテープの走行方向を変える方式である。次は巻き付け角が360度弱のものを図3は約180度のものを示す。ガイドポストでドラム金棒のテープの姿勢を規制するため記録トラックの開始。 終了部での記録状態を安定させやすい。また、図3のレイアウトは、カセットテープ方式に適合させやすいレイアウトであり、VHS も、ベータマックスもこの方式を採用する。ただしカセットハーフからテープを引き出して、ヘッドドラムに増加する方式はそれぞれ異なる。1インチ C フォーマットは、図2に近いレイアウトを採用する。図時、 2のように360度近くテープを巻きつける。方式では1組のヘッドで、ドラム1回転につき1フィールド分の画面を記録する。1フィールドは、インターレーススキャン方式における1枚の画像で、NTSC 方式では1、59.94秒分に当たる。ただしこの方式ではテープからヘッドが離れて、記録できない期間が存在するため、以下のいずれかの方法が取られている。 図3のように約180度巻き付ける方式では演習上で180度ずれた位置に配置した2組のヘッドでドラム1回転につき1フレーム分の画面を記録する。1フレームはインターレーススキャン方式における2フィールドに当たる。1組のヘッドがテープから離れている間にもう1組のヘッドで記録することになる。1組のヘッドには 磁気ヘッド1個の場合と2個以上の磁気ヘッドで構成される場合とがある。複数ヘッドを用いた例としては、オーム巻きでのテープヘッド非接触期間の記録を保証するための補助ヘッドを用いる1.5ヘッド、方式や軌道信号と色差信号を別々に記録する、方式、高密度記録のためにから4個のビデオヘッドを用いて並列に書き込むデジタル VTR の例などがある。 図4、テープ上の記録パターンの一例図4に、磁気テープへの記録トラックのレイアウトの一例を示す。磁気テープ記録名オーディオトラック1をオーディオトラック2、コントロールトラック、CTL トラック、ビデオトラック、記録トラック間には、トラック間の信号の混入を防ぐため、何も記録しない隙間をガードバンドとして設けるのが一般的であったが、高密度記録を狙った方式では、 隙間を有効活用するため隣り合った記録トラックを密着させて記録する。この場合、隣接トラック同士のクロストークを軽減するため、ヘッドギャップの傾きを隣り合うトラックと変えることが行われる。これはもちろん、ヘッドを複数個使用する記録方式について用いられる。ヘリカルスキャン記録方式は、VTR だけでなく、高密度記録を要求される他の機器。 例えば、データレコーダー、R. 汎用コンピュータ用のマスストレージシステム、MSS、IBM などが1980年代に供給した、超大容量磁気記録装置にも用いられた。ありがとうございます。